はいどうもこんにちはのあゆです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2000年度の東京学芸大学理系の入試問題です、えー、学芸大の入試問題を取り上げるのは多分初めてだと思うんですけれども、えー、っとやっていきたいと思いますまあ、えー、先生になるまあ、えー、っと教,教職課程が充実している大学というイメージが強いですけれどもね えー、推薦入試とかもあったりして武道系の柔道とか剣道とかですね、えーまあ、筑波大ほどではないですけれども教合校の推薦入試があったりします、まあ、えー、別枠でやってるのかもしれないですけど、まあ、一般の学生ももちろん入部できるので部活動ね、えー、とできるので、えー、まあ教員養成の大学としては一流だと思いますね。 はいえー、入試問題の難易度としては、まあ、標準的な問題かなと思います、えー、特別難しいわけでもないけれども、えー、優しいかといったら場合分けが面倒なので、えー、まあ標準的な問題になるかなと思います、えー、それでやっていきたいと思います、えー、と実数 AB が A がプラスで1でないで B は A の2乗であるとでこの時このログ AX たす A 小なりログ B xasb を満たす x の値の範囲を a を用いて表せってことですね要はこの不等,不等式を解けっていうことですで a はまあ与えられてないので、えー、と具体的な数字じゃないので a について、えー、表すっていう形になるとまあでもえっ、ー、とログ x にこのログ x の x についての不等式を解きなさいって言われてるのと実は同じですよねまずこの t が 変わっているので、ログ a の x タス a と、それからえっ、ー、とログ b のところに a の2乗を代入しなきゃいけないですね。こうやって代入して、でえっ、ー、とこっちはその手を変えなきゃダメですね。ログ a で変えると、ログ a a の2乗になるので2になりますね。それでえっ、ー、とログ a の x プラス a の2乗という形になるので。 この値2ですからこの値が2なので、えー、と2倍して2倍のログ A の x たす A 小なりログ A の x+a の2乗というふうになりますね。まずここの式に変形ができます。で進出条件を考えると X プラス A がプラスという条件で X がマイナス A よりも大きいという条件が出てきてそれから片方は X プラス A の2乗だから、えー、と結局 X がマイナス A の2乗よりも大きいということでこれどっちかなっていうふうになりますよね。それはママイマイナス A とマイナスス A A ととの2乗のの乗大小なので、えーと0と1 1> と,1と1より大ききいいいでで分けなきゃいけななゃすねつまり、えー、と0から1までの時は A と A の2乗では A の2乗の方が小っちゃくなりますで1より大きいと A の2乗の方が大きくなるわけですだから進数条件もこれ倍分けされ,されることになるわけですねつまり、えー、とこの倍分けが必須で起こるってことですこ,の辺これとこれの倍分けがマスで起こるってことですね まあその場合分けに注意しながら問題を解いていけばいいということになります。でポイントはやっぱりこの不等式なのでこの不等式を前面に、えー、と書いておきましょう。はいじゃあまず1番として、えー、と0から1までの値の時を考えていきたいと思います。この時には代償関係を考えるとさっきも書きましたけど A の2乗の方が A よりも小さくなるわけですね。そうすると えー、x が −a よりも大きいというのと x がス a の2乗よりも大きいというので、えー、どちらが、えー、と大きい共通部分を取るとどうなるかっていうとマイナス a の方がちっちゃくなるわけですよこれ絶対値が大きいからですねだからス、えー、a の2乗と a の2乗ではこういう状況になっているわけです。で、えー、とここは共通部分として取れるわけですから、えー、と結局これが進数条件になるってことです。 両方満たさなきゃいけないので、えー、と両方とも満たすところはここになるってことですね。で、その範囲で、えー、とログを取ると、これ、えー、とログの a の x プラス a の2乗になりますよね。これで、真、え、数、ー、条件を取って、取り外すわけですけど、えー、と0から1までだと、ログの値は減少関数なので、不等号のこの向きが変化するっていうことに注意してください。この向きが 逆向きになるんでしたよね。いいですか？だから、えっ、ー、と、x プラス a の二乗が逆向きになって x プラス a の二乗になるわけです。で、まあこれ展開して x の二乗プラス 2ax プラス a の二乗が x プラス a の二乗,乗となって、ここの a の二乗が消えて x で因数分解ができます。で、x 括弧 x マ、えー、マイイナナスス 2a とこんんなな感じになるんですねでそれがプラスという形になります。ということで 1-2A、えー、と,1 A と0ですね 1-2A が0よりも大きかったらこれこの二次不等式が解が変わってしまいますよね。えー、ちょっとここ中括弧なってないのでこう中括弧に直します。 えとこの解はイコール0の時は x イコール0と1ス2 a ですねでどっちが大きいかによってバーケをしなきゃいけませんつまり1ス2 a が、えー、と正の時にはこれ言い換えると0から二分の一ということですで今その範囲に入ってますんで、えー、とこの時には、えー、と正だったら、えー、x が負と それから 1−2a よりも大きいということになりますよね。で、えー、と共通部分をとってつまり進数条件との共通部分をとってス a の2乗よりも大きくて x は0より小さいというのと1ス2 a よりも大きいというのがこれが、えー、答えに入ってくる,わけですくるわけです。だからこれが答えですね。 a が2分の1からえっ、ー、とゼロの間だとこれが答えになるってことです。で次に1マイナス 2a がゼロの時つまり a が2分の1の時にはえっ、ー、と x の2乗っていうのはえっ、ー、とプラスっていうことになりますね。つまり x はノットイコールゼロってことです。ということはえっ、ー、とマイナス4分の1からえっ、ー、と a はゼロですね。 それから、えー、と0より大きいということになるこれが、えー、と答えということになります A の2乗のところを代入したらマイナス4分の A の2乗になって今実質これ計算したってことですよこれを計算したってことですよ A, A が A が A が2分の1の時を実質計算したってことですねそれで、えー、これが出てきたってことですいいですか

これに二次不等式を解けば、えー、絶対不等式になるのでこれより結局ス、えー、a の2乗よりも大きくて、えー、1 2 a よりも小さい範囲が、えー、と答えとして、えー、と出てきます。それと0よりも大きいというのが答えになるってことですね。これが答えになります。いいですか はいじゃあ、えー、と2番に行きましょう、えー、2番は a が、えー、と1の時1より大きい時ですね1の時は除かれてるので定、えー、になっているので1より大きい時ですねこの時は、えー、と1よりも a の2乗の方が大きくなるので真、えー、数条件は何かっていうと x が −a よりも大きいというのが真数条件になりますで、えー、x+a の2乗が 先ほどのねえー、っとところここ不等号が逆転しただけですで、えー、こうなるわけですでそうするとお同じ不等式が出てきてさっきの不等式のこの不等号が変わるだけですよねここの不等号が変わるだけなのでえー、っと間になるってことですだからえー、っと 1-2a と0の間になるわけですけど 1ス2 a の値っていうのは1ス2 a の値っていうのは a が1より大きいときには負になるんですねだから1ス2 a とえっと x は0の間になるってことですいいですかまあこれがその二重不等式を解いた時の解ってことですこれえと二重不等式書かなかったですけど この二重不等式がこういうふうになればその間になるってことは分かるのでこの二重不等式の解がこれであるっていうふうにいきなり書いてしまいました。まあえっ、ー、と分かりますよね。でえっ、ー、と 1-2a というのはス a よりも小さいです。ス a よりも小さいので進数条件が効いてしまって結局、えー、と共通部分を取るとス a から とといいううのが答えになるというわけですこれが1よりり大きいいととの答えというここになりますこれら全部まとめて書いたものが答えになるんですけどえっ、ー、とすごくめんどくさいですねこれオレンジ色のところをいちいち書かないといけないんですよでそれをまとめたものをパッと提示したいと思いますそれではえっ、ー、と登場をさせますはいこれで えー、答えになっていると思います。これがまあ答えでででですね、えー、緑のの枠で囲ったいいちいち赤で書く必要ないですけどこれが答えにななっています、まあ、こんな風にね場合分け、えー、オレンジでされているものを一つ一つまとめていけばいいかなと思います。ちなみにこことここは分けて、えー、いましたけど一つにまとめてしまいました。えー、と別にね a のところが1/2のところを代入したものに等しいからです。 0から2分の1のところに、えー、と2分の1大事にしたって、えー、と同じ式が得られるので結局こことここはまとめてしまいましたけれどもまあこの形で、えー、書いて全然問題ないかなと思います。この3パターンに分けて解答を書けば、えー、正解はちゃんともらえると思いますしえっ、ー、とまあこういう形でねこのこの4パターンですよっていう形が明確に書かれていればまあ最終的な 答えが書かれてなくても限点はされないんじゃないかなと思いますけどね。えっ、ー、としっかり場合分けはし,してくださいね。まあ、それがえっ、ー、とされていれば大丈夫だと思います。えー、まあ、模範回答をのおつもりでね、えー、提示しているので、まあ、こういうふうに緑の枠で、えー、答えを書かせていただきました。はい。えー、まあこれが以上ですね。 東京学学芸大のの理系の二問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。